ジェリーのハードな話知ってるございます。皆さんは何のイヤホンを使ってますか？僕が思うにこういうね線のイヤホンを使ってる人がね結構ねいると思うんですよ。まだまだ最近のねスマホとかってもうイヤホンジャックがねなくなってるんですよ。あとこういう線ってこうくくったりしないといけないし、こう電車とかでこういうのがね絡まっててめっちゃだるい時がねあるんですよ。なので今回はね皆さんにおすすめのねイヤホンをね紹介していきたいと思います。それがこちら。ちょっとね、箱を開けてみます。おー、めっちゃシンプル。で、あと、ここにね、ケーブル類がね、入ってます。マイクロ USB ケーブル。で、あと、予備のね、イヤホンのね、耳に入れる部分のやつですね。はい、これ、Bluetooth イヤホンですね。本当にね、こんだけ、もう線がね、全然違うんですよ。普通のイヤホンと比べて長さが。首に、こうやって、こうやる感じ。本当に最近のスマホって、イヤホンジャックがね、なくなってきてるんで、こういうね、イヤホンはね、めちゃめちゃいいと思います。このね、Bluetooth イヤホンのね、すごいところが、まずね、マグネットでくっつくんで、ポケットとかにもね、入れやすいんですよ、こうやって。あと、IPX7 の防水仕様になってます。なので、雨とか、ランニングしてる人とかで、汗とかもね、全然大丈夫です。ここにね、マイクがついてるので、ハンズフリーでね、通話もできます。普通のこういう Bluetooth イヤホンって、1万円以上ね、結構するんですよ。けど、こちらのね、Bluetooth イヤホンは、なんと楽天市場で、2480円。めちゃめちゃ安いですね。この Bluetooth イヤホンね、設定もね、めっちゃ簡単です。普通に設定のね、Bluetooth開いて繋げるだけです。一回音楽をね聞いてみたいと思います。おーおーおお、なんか思ってたのはちょっと低価格やから音質はねちょっと悪いかなーって思ってたんですけど、普通にいい。けど皆さんが気になってるのは Bluetooth イヤホンなんで落とす心配がねあると思うんですよ。で今ねおばあちゃんのね使ってない部屋にねいるっていう感じで、今ねおばあちゃんのね家にねいるんですよ。なので今回はこの Bluetooth イヤホンをつけた状態で走りながらおばあちゃん家を100秒で紹介してみたっていうのをね今からやっていこうかなって思います。100秒でこの家をね紹介するってなったら本当にね全力疾走とあとね早口で撮らなきゃいけないんで、まあとりあえずね全力で走ってこれがね撮れなかったら撮れる心配がないっていうことで、皆さんもね Bluetooth イヤホンね安心してね買えるんじゃないかなということで、とりあえず走り回りながらおばあちゃん家で紹介していきたいと思います。早速今からね玄関の方からおばあちゃん家で紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、というわけでおばあちゃんのね玄関にね着きました。イヤホンはねちゃんとついてます。今からね100秒チャレンジやっていきたいと思います。3、2、1、よーい、そっ、いや、急げ。はい、まずね、ここはね、玄関となっております。はい、靴を脱いで、まず2階から紹介していきます。現在7秒、え、もう7秒、やばい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 。はい、イヤホンついてる。で、ここがですね、骨董品とかが置いてあるね、昔ながらのね、畳の部屋になっております。まっすぐ、ここもこんな感じ。はい、で、ここがね、前、お父さんがね、使ってた部屋です、昔、子供の頃。で、ここ行くと、トイレで、ここ昔おばあちゃんがね、使ったベッド、階段が疲れてやめました。で、ここまっすぐ行くと、洗濯物がね、干してあるところになってます。はいはいはい。現在41秒、やばい。で、ここを通り抜けて、ここが物置になっていて、ここもなんか物置。イヤホンついてる？ついてる。階段を降りて、次1階のレビューに行きます。やばい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 。やばい、現在60秒。で、ここがおじいちゃんの部屋。で、ここが、やばい、毛が落ちた。はい、ここがさっき紹介してた部屋になってまーす。急げ、1階のレビューが1分15。ここ洗面所、お風呂、はい、ここトイレ、おばあちゃんの部屋、急げ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 。で、ここがねリビングでーす。はい、こんな感じ。待って、あと5秒やん。ここが仏壇だから、ああ100秒いってるやんけ。こんだけ走ってもね、イヤホンはね、取れてないっすね。ということで、今ね、1分52なんですけど、まあ、この際全部ね、紹介していきたいと思います。次は、庭の方行きたいと思います。ここですね、隠し扉を。ここを抜けると、こんな感じです。トイレがあるんすよ。ここも物置です。ピーちゃん。ピーちゃんです。ここも、物置。かな。紹介終わりました。イヤホンはね全く取れてないですね。以上100秒レビューでした。